2024年、4月14日、まあ、建物が途中まで解体してたんですがね、右端の方がなくなってるのかななのか、ちょっと僕にもよくわからないんですが、まあ、もともと、旧、なんだったんでしょうね、校舎なんですかね、まあ、向こうの方に新しい学校は出来上がってはいるんですけども、まあ、裏の方がああいうふうな状況ですね。